伊勢神宮にね、今日は行こうかなと思ってこちらにやってきてるわけです。まあ、伊勢神宮ね、三重県人なんでなんとなく来たことはあるんですけども、まあそれにはね、動画日程撮ってねこんな感じで、まあ満車ということになってるんですけど、バイクはね、確か行けたと思うんだな。バイクはこっち、えらい近いところで来れたね、嬉しいね。しかしまあ、はい、バイクで来るとね、まあ、駐車場はなんとか空いてるもんなんですよね。今から伊勢神宮の方に向かいます。奥のバイクの方々がいますね。伊勢神宮ですね。じゃあお邪魔しまーす。裏から回ってった方が平和だよね。しかもなんか前にね、着物を着たお嬢さんが見えますよ。伊勢神宮商会みたいな感じでやってきといてね、メインの通りを通らないやつ、私です。近くとかでの手洗いが良くなっているようですね。このようにね、伊豆津川で手洗いとかをするという感じだったんでしょうね、多分。なんかいっぱい人がいるのでやめます。ちょっとカップルさんらが多すぎるので邪魔しないでおきましょうかと思います。はい、撮影可能なのはここまでなので一旦動画はここで撮られます。中バイクと伊勢神宮、まあ、ここまで来たからにはね、おかげ横丁ちょこっと寄ってこうかなと思うんですけど、結構なね、人なんですよね。赤服お土産に買ってきました。はい、伊勢神宮の方へ行ってきましたよと。まあ、久々に行ってきて、やっぱりまあ神宮さん、いい雰囲気を醸し出してますよね。まあ神宮って呼んでいいのかどうかが分かんないんですけどね、神宮は神宮でいいのかな。最近あの神社は神社だったり、だから大社は大社だったりこっちが正しいんですよみたいな感じのことをなんか急に言い出しましたけどね。神宮は何、神の宮そんなことになるんでしょうかね。まあ何でもよろしいですけど、はい。伊勢神宮行くっていう時ながら、まあ目当てはね、本当は赤福氷を食べに行きたかったんでしょうね。まあ、赤福氷ね、有名な赤福さんが夏限定でやってる、まあ、いわゆるかき氷なんですけど、まあ、それ自体はね、まあ、例えば鈴鹿サーキットなんかでもね、赤福氷でやってるんですけど、やっぱりね、食べ比べるとね、本店じゃねえ、伊勢神宮内宮前支店ですけど、そこら辺まで行くとね、なんか、使ってる氷が違うのかね、氷に癖が全然なくなるので、ものすごく美味しいですよね。ということで、まあ、赤福氷を食べに来て、で、まあ、いつものパターンだったらね、そのまま、マルテンさんのね、タコ天とか、ね、あの辺をかじりながら、おかみ横丁をうろつくんですけど、思っている以上に、
観光客の方がね、大勢とビールぶっちゃけどこれちょっとね、伊勢神宮来てる車やバイクほとんどが緊急事態宣言下の府県ばっかりじゃないか